私、長崎は、遺伝研大量遺伝情報研究室の、所属です。こちら、国立遺伝学研究所、富士山のふもとにありまして、こちらの、生命情報研究センター、こちらの3階にいます。で2階は、DDBJ になっておりまして、私たちは、塩基配列登録を支援する、システム作り、その、登録データを活用する、システム作り、さらに次世代シーケンサーの中の、高速シーケンス配列、こちらの、情報解析を、共同研究先などと一緒にやっております。さらに、近年、登場しました、次世代シーケンサー、こちらの配列の、登場で短期間に、低コストの、大量の塩基配列データが、取得されるようになったわけなんですが、データの保管場所の確保だったりとか、あるいは解析する計算機不足、さらに解析のための人員が不足するといった問題が出てきました。で、我々としましては、DDBJ シークエンスリードアーカイブ、DRA というものを公開しまして、データの保管場所を提供する。さらに、計算機不足については、このスパコンシステムというのを、提供しております。さらに、解析の人員不足といった問題に関しては、DDBJ リードアノテーションパイプライン、通称 DDBJ パイプラインというものを、開発しまして、こちらのサイトから、公開しております。で、こちらの、DDBJ パイプラインの、特徴なんですが、電源の、スパコン、の、方で、分散処理を、実行しまして、高速シーケンスデータを解析する、クラウド型の、パイプラインであって、オンラインで無償で、利用することが、可能となっております。また、マッピング、デノブアセンブルといった、比較的、ジョブの、重い、ツールを実行します、基礎解析部と、行動機能のアノテーションを行う、工事解析部、この2つで構成されております。で、その DDBJ パイプラインの基礎解析部なんですが、BWA、ソープ、膨大といったマッピングのツール、さらにソープデノボ、アビス、トリニティ、さらに最近では東工大のプラタンスやパックバイオのデータを解析します、HGAP といったアッセンブルのソフト、12種類に対応しております。次に、その、パイプラインの、工事解析部なんですが、このように、Galaxy を用いまして、多様な行動機能のアノテーションに対応しています。さらに、基礎解析部のデータファイルを、活用しまして、さらなる解析を行うといった形で、解析することが可能となっております。で、今回は、この、DDBJ パイプラインの工事解析部で、提供しました、こちらの Galaxy で動いておりました、HLA 解析ツール、これはもともと遺伝研の、人類遺伝、研究、井上研究室の細道さんが、ツールを作ったんですが、それを、こちらの方で移植しておりました。そのツールを、ピタゴラ Galaxy で、移植することになったので、そのことについて報告させていただきます。でまず、その HLA なんですが、基礎白血球抗原といって、1994年、白血球の、血液型として、発見されまして、人の、6番染色体の 3.6 メガの領域、高度な、多形性を示す、領域でして、通称 HLA 領域と、言われているんですが、こちらに今、報道されています。でちなみにこの領域は、100以上の疾患及び、薬剤、副作用 と、関連しまして、ゲノム医学的に、重要な領域だと、されております。さらにそのコード、そちらの領域に構造されています、HLA 遺伝子なんですが、こちらの、抗原を提示する膜タンパク、膜貫通タンパクを、構造しておりまして、その働きから、HLA プラス1、さらに2といったクラス分けが、されております。これらの中、クラス1の方では、HLA、A、C、B といった言われたものが、細胞性免疫に関与するものとして、
構造されているんですが、それと、あと、HCL、プラス2。こちらは、の中で、アルファーサ、遺伝子については、HCL の DRA1、DQA1 など、さらに、ベータアーサの遺伝子としましては、HCL、DRB1、DQB1、DPB1 などがありますが、こういったもの、これらは、アルファーサとベータアーサからなる、まあ、ヘトロダイマーとして、作用するんですが、こういったものは、保存されております。でこれらは、液性免疫に関与していると、されています。で、こちらの、HLA プラス1なんですが、こちらの、抗原を提示する、グローブ構造、こちらを、コードするエキソンに、まあ、コードは、多形が見られる場合があります。でその中で、まあ、HLA-B、これは、まあ日本人の中で比較的高いアレル頻度を、示す領域なんですが、このように1、2、3、4、5、5箇所で、まあ、アレルを示しております。で、アミノ酸においては 88.9%、塩基配列は 93.9% の、類性を示す領域となっております。で、これらの、HLA を解析する、フローチャートがこちらなんですが、ヒューマンの HG19 をレファレンスとしまして、さらに、ロングレンジ PCR と、これ、某愛社で提供されています、ネクステラ DNA サンプルプロップキットといったもので、使って、HLA の遺伝子の領域、こちらを、まあ、PCR、増幅や産物 AI の、まあ、ファースト級。これを、まあ、アライメントしてやります。で、その後、いわゆる SNP とか SNV と言われるものと、インデルを、まあ、検出するわけなんですが、それ以降を少々、詳細を合わせて、ご説明いたしますと、こちらは、まあ、例として、まあ、HLA-B の、コードされている、領域を示していますが、そこに、配列をこのようにアライメントしてやります。で、その中で、まあ、レファレンスと異なるヘテロの SNV を、こう、まあ、検出していきまして、で、それぞれの、アレル、それとは、まあ、ペアとなっているリード、それぞれを、まあ、このように、2種類に、分けていきます。で、ちなみに、これらのリードは、それぞれのインサートサイズがそれぞれ異なるんですが、これは、ヘテロの SNV がどれくらいの間隔でそもそも出てくるかというのはわからないので、それぞれ印刷サイズを変えて、かけております。で、次に、まあ、箱のタイプごとに、まあ、分類していきまして、本屋を、2つの HLA 遺伝子に、まあ、アセンブルして、検出させていきます。で、さらに、場合によって、いわゆる、この、波形による大きなギャップだとか、配列の、質によって、まあ、これらの、HLA の遺伝子、作ったものがまたさらに割れちゃったりする場合があるんですが、それらの、処理を、まあ、長くつながったところ、まあ、主にエキソン、HLA-B で言えばエキソン2とか3といった領域をコードしているものだけ検出するといった、ステップを、まあ、さらに追加しまして、今に至っています。で、以前は結構なんかこうしたところで、ワークフロー途中で止まっちゃったりもしたんですが、さらに改善するような形になって、現在になっております。で、その、決定した HLA 遺伝子、まあ、完全配列、これをまあ、ブラッドで、MVGT、HLA データベースという、まあ、公開されているデータベースなんですが、こちらにまあ、ブラッドを当てて、まあ、HLA、アレル、既存のものか、まあ、そうでもないものなのか、といったものを、まあ、調べることが、まあ、できます。でも、こうした、HLA の、データベース、まあ、一部のエキソンだけだったりだとか、まあ、CDS だけだったり、といったものが、まあ、こう、入ってはいるんですが、これよりも、まあ、インパクトな、遺伝子構造を得られるという意味では、こうした解析ツールを使って、新たに、解析し直す、といったことについては、まあ、非常に意義が、そういった意味でもあるというふうに、まあ、なっております。で、
こちら、その、ギャラクシー上のワークフロー、実際どのような形になっているかというのを、示した図が、こちらなんですが、まあ、それぞれの、ファーストキュー、これを、まあ、取り組みしまして、BWA にかけるといった、ステップが、まあ、ざざっと続いていくんですが、最初に HTML のタイプ、どういった、まあ、これらの5種類のものを提供しまして、レファレンス、どういったものを当てるかといったときに、まあ、こういったファイルを、使う。これも、メニューで選ぶんですが、それから、まあ、自動で、ファイルを1個作り出しまして、例えばこう BWA で使用するときに、そのレファレンス選択するときに、それを使用するといった形で実行していきます。それで、まあ、このような形で、さらに、GATP のインファイルのジェノタイパーだとか、あと、まあ、ずら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 と。で、先ほど、ハブのタイプを分けるのは、まあ、こういったステップで、さらに、まあ、最後、プラットをかけると。こう、だらだら出してますが、実際中では、こういった形で動いています。結構、巨大なワークフローとなっているんですが、まあ、こういった、手順を踏んでいく、こと自体、結構、まあ、コマンドラインで操作する、またはシェルで動かすというのも、結構、まあ、手間だったりするので、こういった、ギャラクシーといったツールの上で実行するのは意義があることではないかと思っております。で、まあ、これは、まあ、今後どういった形で研究展開をしていけばいいのかということで、まあ、結構、いわゆる個々の医療に関係してやっていこうかなということで、まあ、思ってはいるんですが、まあ、さらに HLB などの、まあ、データを増やしまして、医療実現をさせようと。そのために、まあ、日本人用の、まあ、データベースを構築させていければということになっております。で、今後の予定なんですが、その HAI の解析ツール、これを、まあ、今ちょっと、パス回りなんかを整備しておりまして、まあ、プラグオンに実装させようと考えております。さらに、まあ、DDBJ の、工事解析のこちらの Galaxy の方で動いているツール、まあ、いくつか、あるんですが、そういったものをさらに移植できるものがないかということで、まあ、検討しております。さらに、こちらの、ピタゴラギャラクシー、こちらを、まあ、ニグナスパコンで実行できるような形にしようかということで、今、検討しておりまして、まあ、そのニグのスパコン、これ、どういったものかと、まあ、簡単に説明させていただきますと、まあ、このような形になっておりまして、ゲノム、解析を主な目的とした、大規模計算機利用拠点として、うにゃ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 と書いてあるんですが、まあ、目的に合わせて、IO が早い、または、メモリを多く積んでいる、といった、まあ、それぞれのモードがありまして、それを、まあ、目的に合わせて使い分ける、といった形になって構成しております。で、こちらのサイトが公開されております。で、まず、今日の話の参考文献なんですが、HLA 解析に関しては、この、星見さんの、論文が出ておりまして、実験医学別冊、次世代シークエンス解析スタンダードの方にも載っております。DDBJ パイプラインに関しましては、こちら長崎の、論文と、次世代シークエンス解析スタンダードの方にも、合わせて載っておりますので、ご参照ください。こちら、写真ですが、大量遺伝情報研究室の方々、さらに、富士ソフト株式会社森崎翔太さん、こちらには、主にパイプラインの面で、ギャラクシーの面でなどで大変お世話になっております。はい、現在、金沢大学の方にお移りになった細光先生にも、感謝したいと思っております。以上です。ありがとうございました。